こんにちは。横須賀市が発信する情報番組、横須賀ホットナビ、番組ナビゲーターの半田井です。この番組ではイベント開催のご案内や観光情報など見どころいっぱいの横須賀の旬の情報をお伝えしていきます。それでは早速行ってみましょう。今回は開国の町浦賀で行われるイベント第16回カンリンマルフェスティバルのご案内です。早速こちらをどうぞ。浦賀観光協会会長の岡でございます。第16回カンリンマルフェスティバルを4月26日土曜日10時から16時まで住友樹機械工業浦賀工場内で開催いたします。カンリンマルフェスティバルは1853年ペリーの浦賀来航による開国した日本が勝海舟を艦長としたカンリン丸を浦賀から出航させアメリカサンフランシスコに渡った太平洋横断を成し遂げた壮挙を称えるとともに浦賀の町づくりを住友重機械工業跡地を有効活用して増進を図ることを目的として開催されるものです。当日はフェスティバルの中心の行事であるカンリン丸フェスティバル式典を午前11時より内外より多数のお客様を迎えて機関工場で開催いたします。また海上保安部のご協力により巡視船の一般公開を午後1時より東岸岸壁で、また会場内の広場では横須賀南消防署による広報キャンペーンといたしまして消防車両の展示、特に高規格救急車消防はしご車等の展示、また体験がございます。浦賀警察署よりは白バイをはじめ交通安全防犯に関係するいろいろな展示がございます。会場内の広場ではカンリン丸に水を天秤棒を担いで運び上げた故事にちなみ水こいこいレースやら、また大変人気のある卵つかもどり大会、そして機関工場の中では浦賀中学校吹奏楽部、三浦学園高等学校吹奏楽部によるコンサートが開催されます。今年は浦賀ダンスフェスティバルをサブタイトルとし、会場内の2つのステージを利用し大学、高校、中学校の皆様方、また大勢のグループの皆様方によるダンスを上演させていただきます。4月26日土曜日、カンリンマルフェスティバルを開催いたします。大勢の皆様方のご来場をお待ち申し上げております。いかがでしたか。勝海舟を艦長格とするカンリン丸の太平洋横断を称えるイベント第16回カンリン丸フェスティバルは4月26日土曜日午前10時から午後4時に住友重機械工業株式会社浦賀工場内および浦賀港周辺にて開催されます。皆さんぜひお越しください。第16回カンリン丸フェスティバルに関するお問い合わせは浦賀観光協会電話046-841-4155まで。また当日の開催確認は横須賀市コールセンター電話046-822-2500となります。それでは続いてのお知らせです。4月23日水曜日は子どもの読書活動の推進に関する法律に定められている子ども読書の日です。横須賀市立図書館では本に親しみ読書の楽しさを知ってもらう行事を企画しています。今年は人形劇や中学生による琴の演奏会、マジックショーや昔の絵本の展示などを実施します。ぜひご家族皆さんでご参加ください。今回の内容は4月16日から横須賀市ホームページ内横須賀ムービーチャンネルでもご覧いただけますので、ぜひアクセスしてみてください。これからも横須賀の魅力あふれる情報をお伝えしていきますので、お出かけの参考にしてくださいね。それではまたお会いしましょう。お相手は半田井でした。さようなら。